はい、どうも、牛くんです。アメリカで練習していたら、一皮むけて牛に戻りました。そんなことはありませんが、皆さんこっちです。はい、牛くん淳太郎です。今日はアメリカにある公園に来ました。こんな感じですね。天気も良くてすごいなんかこう歩きやすい通りですね。はい、大自然に囲まれてる公園っていうか、なんとかパークってやつですね。すごいなんか歩いてるだけですごい新鮮ですね。すごい気持ちいい通りです。なんか落ち着きますね。すごい自然がいっぱいで、はい。で今日はですね、まあせっかくなんでちょっとこう公園のベンチに座って、まあアメリカであったハプニングというか、それを5000ご紹介したいなと思います。まあ暇つぶしじゃないですけど、なんかちょろっとこう緩い感じで動画見てくれたら嬉しいです。はい。それじゃあ早速話していきたいと思います。はい。はい、どうも、牛久淳太郎です。今は練習も終わって、ちょうど休憩の時間なんで、なんか公園っていうんですかね。なんかアメリカの公園みたいなところに来ました。はい。で、今日はですね、まあ、なんかせっかくなんで、アメリカに来て困ったこと5000紹介したいなと思います。はい。アメリカ来て、まあいろいろね、やっぱりこう、慣れないところもあって、まあ大変なところも多々あるんですけど、まあそれをね、ちょっと5個、厳選してピックアップして、今日は皆さんに喋りたいなと思います。はい。まず1個。1個。ちょうど今日の出来事なんですけど、僕、サウナ入ってて、もうおじさん、一般の会員さんっすね。もともと ATT に、サウナがあるんですけど、で、その、サウナに僕が入ってて、で、おじさんが最初入ってて、で、ずっと、ペットボトルがあるなっていうのは分かってたんですよ。水のペットボトルがサウナの中にあるなっていうのを。で、そしたらおじさんが、水風呂に、出たんですよ。一回出て、入りに行って出て、で、もう一回戻ってきて、で、そしたら、その、ずーっと置いてあった水を、その人が、ガバーって飲んだんですよ。そしたら、やっぱそりゃそうじゃないですか。サウナにいるんで、めちゃくちゃもう、水よりお湯になってたわけですよ。そしたら、ちょうど、僕が前に座ってて、おじさんが後ろにいて、多分相当熱かったんでしょうね。ブワーって言って、前の僕にブワーって吐いて、で、1ガロンあるペットボトル半分ぐらいお湯が残ってたんですよ。それをサウナ室全部に撒き散らしてて、で、おじさん飲めないぐらい熱いのに、僕にかけたらめちゃくちゃ熱いじゃないですか。で、それで何やってんだろうと思って後ろを振り向いたら、おじさんがめっちゃ熱かったアピールしてて、で、その時にちょっと僕が何も声かけてあげられる英語がわからず、なぜか僕がお湯をかけられたのにグータッチしてその場を乗り切って、なんで僕グータッチしてんだろうと思ってアメリカのサウナでまさかのおじさんにお湯をかけられるっていうまあそんなね、面白い話もありました。はい。まあそれを機にね、おじさんともすごい友情が深くなって、帰りにもすごい僕の名前を呼んでくれて、いろいろなんかこう挨拶してくれて、まあすごい仲良くなりました。はい。まあそれが第1戦で、第2戦目、第2戦はアメリカ来ると言葉がわからないんで、みんながやってる練習を、要は目で見て真似することしか僕は今まだできなくて、で、最初すごい、まあ太ってるトレーナーさんがいて、で、こう立って、自分のこの、つま先、足先にこう、タッチする準備運動をしてたんですよ。で、僕がいて、で、僕の目の前にトレーナーがいて、で、選手とかみんな僕の後ろにいたんですよ。で、僕ちょっと見えなくて、で、トレーナーがアップの時に、そのつま先タッチしなくちゃいけないのを、まあ、ちょっとめんどくさかったのかわかんないですけど、なんかこうやってやってたんですよ。こう。つま先タッチしないで立った状態でこうやってやってて、で、僕も同じように真似して、なんかこんなことやってたんですよ、一人。そしたら、ジュンターローって言われて、ジュンターローってめちゃくちゃ大きな声で言われて、違うよみたいな感じで言われて、後ろ見たらちゃんとみんなつま先までこうしっかりタッチして、僕だけなんかこんなんなって、10秒間ぐらいずっとこんなんなってやってたんで、
マジ一人で何のアップしてんだろうと思って、まあ、そこはね、なんかちょっとこう言葉が喋れないなりのちょっと僕の恥ずかしさがあって、まあでもね、そこを笑ってごまかすことができて、まあ乗り越えたんですけど、まあね、すごくいい準備体操になりましたね。はい、マジで自分だけあれ何の準備体操だったんだろうって やりながらは思ってたんですけど、でもなんかトレーナーがやってたんでそれを真似しててやっぱ近かったでしたね。はい、じゃあ次は第3戦は、僕が、まあ、ずっと、練習でペア組んでる子がいて、要は、どちらかというと、クラスってずっと打ち込みをやるんですよ。で、打ち込みで、一緒にこう、クラスで、ペア組んでた子が、僕、ペア組み始めて3回目ぐらいですかね。で、その子と、まあ、最初練習終わって、で、その子がバーって、こいつからトイレ行って、で、まあ、一緒にトイレで並んでて、で、How are you? みたいな感じ聞いて、で、まあ、いろいろこう会話してたら、やっぱりその子は、絶対に、トイレに行ったら手を洗わない子だったんで、で僕も、それパッて見て、いや、まあ、気のせいだろうなと思って。で、2回目、今度は練習終わった後ですね。終わった後に、彼と一緒になったんで、で、また、トイレ行って、で、僕もトイレ一緒に、同じタイミングでトイレ行って、で、まあ、終わった。たらやっぱりその子は絶対に手を洗わなくて、あれと思って、で僕ずっと散々ペア組んでいろいろこう、まあ要は抱きつき合ってたわけですよ。それがその子は絶対に手を洗わないこと、僕はずっとぐるぐる抱きつき合ってて、で最後っていうか、でなんか4回目にペア組む時に、まあ、今日はもうちょっと一緒にペアよろしくねって前もって言われてて、で僕はちょっとその子は手を洗わない子っていうのを知ってたんで、なんて言葉をかけていいんだろうと、なんかちょっと言葉がその時止まってしまって、何も声をかけられなかった自分に本当に不甲斐なさを感じますね。はい、まあ、それが第3戦で、第4戦目は、まあ僕がまあ練習終わって、まあその時ちょうど11時とかになるんですかね。で、練習が終わってちょっと一息ついて、11時ぐらいに、その洗濯物を取りに行ったんですよ。で、シェアハウス。で、シェアハウスの、僕は2階に泊まってて、で、1階が、まあ要はそのシェアハウスのオーナーの娘さんと、彼氏がずっと1階の部屋に住んでて、で、全員、ゲストハウスっていうか、全員みんな2階に住んでて、その1階の、その彼女たちの部屋の、ほんと隣に洗濯室みたいのがあって、で、僕が、その洗濯を取りに行こうと思って、その部屋に入って、扉を開けた瞬間、めちゃくちゃなんか声が聞こえるんですよ。次はそういう、まあ、関係で、まあ、要はそういう声がするんですよ。めちゃくちゃそういう声がして、やばいと思って、変なタイミングでマジで入っちゃったなと思って。で、そこでちょっとミスったのが、めちゃくちゃ洗濯機がちょっと古くて、閉めるのにめっちゃ音が鳴るんですよ。で、さすがに、まあ、入った以上、閉めなくちゃいけないじゃないですか。でも、部屋の、ほんと、真横の、部屋なんで、その洗濯室が、その、彼女と彼が、まあ、いや、そういうことしてる部屋の、ま、隣にいるんですよ。で、めっちゃ音鳴るんですよ。だからもう、ほんとに、超気まずくて、ミリ単位で扉を、めっちゃ細かく音を鳴らすに、そーっと閉めて、忍び足で、その場を去ったっていうのが、本当に記憶に深いっすね。はい。いや、まさか11時でそういう光景に僕が出くわすとは思わなくて。まあ、向こうも向こうで、まあ、まさか11時に洗濯物を僕が取りに来るとは思ってなくて、まあ、そういう行為をしたのだと思うんですけど。いやー、あの時はね、なんかこう、そういう時に、なんかこう、洗濯物で、なんか僕が気づかれるのもすごい嫌だったんで、まあ、そこは気を使って忍び足でその場を去ったっていう。本当その時の僕に拍手したいですね。本当に一回も音鳴らさずに僕はその場を去りましたので、はい、気づかれませんでした。はい、じゃあ次はですね、 Uber の
おなら事件ですね。はい。もうこれは、ちょっと大変でしたね。まあ、最初はウーバー乗ってて、で、すごいもうなんか、めっちゃゴリゴリの黒人で、で、タイロンウッドリーみたいな。本当に、ヒゲもじゃで、もうこんなガタイしてる人が、まあ、運転手でいたんですけど。で、ちょっと長い道ウーバーに乗ってたんで、まあ、その人もすごいなんかこう、眠たそうな、ずっとこう、運転しながら、なんかこう目パチパチしてて、まあ、すごい眠たそうだなっていうのは僕後ろから見てて気づいてて、でそしたらその人が不意に窓を開けたんですよ。で、まあ、僕としてはその、まあ、すごく眠いから外の風を当たって目を覚ましたいんだろうなと思ったんですけど、開けた瞬間どこに牧場があるかのようなすんごい強烈な匂いがして、あで周りを見渡しても牧場らしきものは一つもないんですよ。あ、こいつやったなと思って、あーやったな、マジでめちゃくちゃ臭くて車中が。でもそいつはずっと目をパチパチしながら、いやでも眠いみたいな、そんな感じをずっと貫いてて、で僕はもう本当にその匂いをずっと耐えるのをしのいでて、ただもう僕英語喋れないんで、いや今しましたよねっていうのも言えなくて、いやここなんて言葉をかけたらいいんだろうと、本当にちょっと大変でしたねその時は。はい、まさかね全てが全部作戦だったとは思いませんでしたね。はい、これで僕の大変だったこと第5選を紹介させていただきました。こんな感じで僕もこっちではそれも楽しみながら今生活してます。はい、この後、まあ、ちょっとねシェアハウスの人と一緒に食事に誘っていただいたんで、その動画もちょろっとお出ししたいと思いますんで、皆さんぜひ見てください。デイジードッグさんに行きました。それじゃあ早速入っていきましょう。こちらがメニューです。なんか英語でよくわかんないですけど、果たして牛久は何を頼むのかちょっと楽しみにしててください。これがアウトサイドニュースカレー、外で食べるとなんかこんな感じです。めっちゃ天気もいいし眺めがめっちゃいいです。はい、じゃあ、早速来ました。バッファローバーガー。バッファローバーガーってむしろバッファローってどんな味するのかめちゃくちゃ気になったんで頼みました。いや実際に食べてみたいと思います。で、めっちゃでかくて食べづらいですけど、バッファローバーガーいただきます。お、そんな臭くないっすね。え、うまい。すごい。なんすかね。まあ肉自体はちょっと赤身で、ただそんな硬くもなくて、調理の仕方が多分めっちゃうまいんだと思います。はい。すごいなんかバーベキューの味がして、めちゃくちゃうまいです。多分ソースとの相性で、多分本来そのちょっと硬い赤身の肉がすごくジューシーでうまいです。はい。想像だと臭くて食えないのかと思ったら全然うまいです。はい。うん。で、肉はでも確かにちょっと固めです、はい、このお店がデイジードッグさんに来させていただきました。今日はね一緒にシェアハウスで一緒になった、これもたまたまご縁なんですよ。日本語も喋れる方で今日はここに来させていただきました。はい。で、まあ一応こんな感じでアメリカの食レポ動画撮りましたんで、よかったらグッドボタン、チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。それじゃあまたありがとうございます。